マドリーのバンキシャの人かな、マリオ・コルテナさんが、エンバペはパリに裏切られたと考えており、今はマドリーでプレイしたいと考えているマドリーが、エンバペの新しい状況にどのように反応するかわからない。マドリーはもう取んねえっつってましたよね、昔ね。とか、あとは、パリとエンバペの関係は完全に壊れたっていう。エンバペは新しい契約で署名したにしたわずか2ヶ月後の1月にパリにクラブを去りたいという願望を最初に語った彼は今自分が間違いを犯したことを認めています。まあね、もうちょっとエンバペが闇落ちしてるって話ありますけどね、あのフランス代表の方が自由だみたいなね、乾ひろし化してそのホストプレーとかそういうの求められるからパリだとみたいな、343の真ん中ですからね。でもフランス代表だとジルーとかエンバペいるから、あベンゼマいるからみたいなね。マドリーはエンバペよりハーランドな気がします。あれなんだよね、ハーランドは2024年に契約金じゃない、契約解除金が200万ユーロ日本円で300億ぐらいになるんですかね。もう円安がその時にはもっと進んでるかもしれないですし、こういう話になると毎回ね、日本が心配になるんですけどね。いや、これがさ、いや、この間契約延長したばっかりなのにそんな心変わりするみたいに言うけど、実際にさ、もうアレクシス・サンチェスがさ、ユナイテッド行った瞬間、なんとかアーセナルに戻れないかって言ったって話とか、ハメスのさ、あの中東行った後もそうでした。結構あるんよね。言っちゃっても、ただサッカーの上手い若者みたいなとこありますからね。そう、乾隆じゃなくて乾弘なんですね、自由だの方は。だどうかわかんないけどね。で、なんかパリは、マドリー以外ならって言ってるみたいなね。でもパリ的にマドリー行かれちゃいけない理由ってあるんですかね、なんか。ハーランドはあれなんですよね、契約解除金、あのプレミアのチーム以外ならっていうことなんですよ。だからそれこそマドリーじゃないかとかね、まあ、その時にバルサが財政復活してたらバルサも狙うかもしれないですけどね。ちょうど2024年なんてレバンドスキーもなかなかの年齢になってますしね、フロント同士が仲悪い、うん、バルサともそうだよね。パリっていくら金積まれても売んないみたいなあったよね。シンプルに仲悪い会社ですか、うん。だってペレスはウェファと、あでもあれもスーパーリーグ作ろうとしたからあれか、マルカだけだと思ったらフランスからも結構出てた。ねえ、まあエンバペ周りでね、そういうエンバペの情報を、エンバペ自体がでかい存在だから、こう、関係者みたいなのも多そうだしな。東国じゃないの仲悪くする理由ってあるんですか？仲良くしとこうが絶対得だと思うんです。あと、なんだかんだビジネスマンだから、利害が一致したら仲良くなるとかありますよね。アパートから抜け出したくて焦りが心をえぐるよ、秘密基地みたいと笑ってくれた君が起きる頃眠る僕、どの成功者の言葉よりどの合理的な論理より君がくれた誕生日で信じられた満場。